どうもクライネスおです今日は全日本吹奏楽連盟水田の不正不祥事事件についてのお話をさせていただきたいと思います。私の思うところから事件のあらまし解説もしていきたいと思いますけれどもまずはじめにこの手の話は吹奏楽 YouTuber 演奏 YouTuber 各音楽家っていうのはしづらいと思います。なぜならば水田から仕事をもらっている音楽家も多いですし水田と関係なくても各学校に指導レッスンに行っている 管楽器奏者そして各学校から編曲とか作曲の仕事をもらっている作曲家っていうのも非常に多いんですね。その中でこの話話はしづらいでですでなぜかというと各学校の教員音楽教員音楽の先生は吹奏楽連盟の 地区の理事だったり副理事事だだっったたりり副するることがあるんですねでそこの学校の先生が関係なくてもそこの学校の前の先生が元理事だったりとか、まあ、そういう人間関係があるわけですよその中でこの手の話はしづらいですねなので私はクライアント YouTuber 音楽家でもありますけれども音楽の仕事もしてますけれども少し距離が離れてます本業は会社の経営者ですからその点でこういった話しやすいかなと思っています。まず最初に ニュース記事を読ままさせていただきますす産経新聞からです全日本吹奏楽コンクールなどを開催している全日本吹奏楽連盟は27日、約9年半にわたって給与と賞与に上乗せして約1億5200万円を不正に受け取ったとして50代の男性事務局長と40代の男性事務局次長を同日付で懲戒解雇した。 事務局長は連盟に対して上乗せは前の理事長が認めていたという趣旨の主張をしている。連盟はこの主張を裏付ける証拠はないとし、民事、刑事両面で対応を進める。連盟によると事務局長が会計責任者を務め、 平成22年4月から昨年12月までの間自身と事務局次長の給与・賞与を上乗せ伝票を偽造し理事会などに報告する決算書類では上乗せ分をコンクールの会消費や課題局の楽譜制作費として計上していたという。ということなんですね。まずどういういことかということを解説しますこの人はは事、まあ、事務局長と事務局局長長とと次何をしたかというと 税務署に納める書類っていうのがあるんですね。税務署に。それは自分の給料を高く設定したものを納めます。で、会計的にも自分の給料は高くした状態で振り込みます。で、理事会、まあ推測連盟というのは理事会があって、そういうところに提出する会計報告があるわけですね。それは自分の給料を低くして、他の経費にして、 提出しますで伝票も偽造しますこういうことして不正をしたということなんですね約10年で1億5000万ですから年1500万円これはかなり大きいですね一人750万円まあそういう単純な話じゃないんでしょうけれどもまあ1000万円と500万円で分けてたとしても年間1000万と500円上乗せしてたってことは相当な金額をもらっていたと思いますで なぜ気づけなかったのかって話をまず最初にしますけれどもあのね吹奏楽連盟ってさっきも話したんですけれども音楽教員の集まりなんですよ理事もほとんど元音楽教員だし指揮者の先生だったりするはっきり言ってね疎いですよそういうことにはお金の流れとか お金のの話には疎い人たちの集まりなんですよだからそういうところを悪用して不正をしたんじゃないかなって私は思いますでここで出ている前の理事長がうんぬんって話出てますねまあ、これが本当かどうかわからないし他のニュース記事だと今の理事長の話をしてるんですね他のニュース記事だとね今の理事長が認めていたという話をしているって話もあってまだ本当の話が分かりません。 今の理事長というのは丸谷,さん丸谷先生という人なんですが先生つけのおかしいか丸谷さんなんですがこの丸谷さんという人はどういう人かというと大阪の淀公って学校の教員です元教員ですで全国常連校ですね。でそこでもいろいろとあるんですけど不正疑惑とかコンクールどうのって話はあるんですけどそこはちょっと一回置いといて、まあ、理事長がまず元教員であり調べていったらほとんどの人は元教員です。 理事長も含め副理事長も常任理事も幹事までは調べてないですがおそらくそうでしょうでこの人たちやっぱりあまりにもその手のかんことに関して疎いんですよなので事務局っていうのはこういう一般社団法人にはね理事会っていうのと別に事務局っていうのがあって事務作業は全部事務局であるんですで事務局っていうのはやっぱなんていうのかないくらでもやれるわけですよそういうことを だって理事長がなんだかんだ言っても一番実際に推測連盟を動かしてるのは事務局なので,で事務局の事務局長と事務局次長が 会計を全て握っていたってことになると給料の振り込みも自分でやってたらしいんですねそうするといくらでもどうにでも数字いじれちゃうわけですよなぜならば税務署には正しい数字を出せるわけですから税務署に正しい数字出しとけば税金でとやかく言われることはないし理事会に出す書類って別に理事会だけで見る書類なんでなんていうのかな会計的にはどっちも こう分けてしまうとどうにででもなるんですよねそれが今回の事件の、まあ、根本だったと思いますけど基本的に推作連盟の理事とか理事長とかって、まあ、理事長はそうでもないですけど、まあ、理事とかっていうのは結構名誉職だったりするので実際にそういうのをちゃんと監視できないんですよ。でなおかつ元教員でしょ音楽教員あの会計のプロでもなければそういうことを強く言う人たちでもないので。 で今回でも内部でやっぱおかしいんじゃないかって話があって発覚した話らしいですね。それで推測連盟の収入なんですけれども、どういったものがあるかというと年会費とコンクールの参加費というものがあります。で年会費は小学校5000その他1万円、これ埼玉県の場合なんですけれども公開されているものね。で他の県では小学校1万でその他13000円のところもあります。この辺もなんで統一してないかよくわからないんですが、各県、県連によって違うんですね。 でコンクールの参加費は統一されてるんですけれども、推測コンクールで9000から2万円。で、大体が1万数千から2万円、皆さん払ってると思います。で、全加盟団体は1万4000ですから、約数億円のお金が動いてるわけですね。で、その中で1500万円をちょろごまかしたということです、ね。で、それを10年間やってたってことなんですけれども。まあ、ざるですよね。なんでざるかというと、 もともと吹奏楽連盟はさっき言った通り音楽教員の集まりなんですよこれも問題だと思ってるんですが音楽教員はねやっぱ分からないんですよこういうことにだからささっとやられてしまったのかなって思うんですけれどもでちょっと闇を感じるのはこの事務局長と事務局次長分かんないですけど2人が口を揃えて言ってるのかどうか分かりませんが。 理事長がが認めていた可能性があるんですね口を揃えて前の理事長は認めていたって言ってたんですよ。で他のニュース記事では今の理事長も認めているという趣旨の話をしていたらしいのでまあこれも真実まだ分かりませんが一応調べてみました。前の理事長の人これ調べきれてない人多かったんですけど私存じ上げてたので、えー、と平松さんという方でこの人もあの 音楽の教員だった人ですのですこの平松さんが認めていたのか否かっていうのはこれからの捜査調査で分かることだと思いますしまあとはいえ知ってたけど口を出せなかったのか知らなかったのか分かりませんけれどもね実際どうなのかっていうのは本当に分からない話であの認めていたって2人が口を揃えて言ってた場合本当に認められてた可能性もありますしそしたら本当に腐っている。 だなって思いますで今回の件に関しては理事長の丸谷さんは辞めるべきだと思うんですね辞任すべきだと思う。でそれはなぜかというとこれ以外にも今までやっぱこの人は淀公の出身者ということで全国大会常連校の出身者の人たちが、まあ、理事とか副理事やってることが多いんですよ今回あの今回っていうかこの政策連盟ねで。そうすると 本当に審査に忖度が働いてないのっていうのがわからないし、だからそういった意味でもね、やっぱり一回役員を総入れ替えした方がいいと思いますよ。で、結局各地区も、あの、いろいろある県ずつで地区で会員がいるんですけど、水産楽連盟っていうのはね、あの、各地区もほとんど教員なんですよ。で、やっぱ教員と、 政策連盟を少し距離を置かないと。どうしても、こういった事件は起きてしまうと思うんですね。例えば、会計のプロが入って。いる。とか、まあ、いろんな団体の音楽関係の団体の。人たちが入らないと。まあ構成、公正に動かないんじゃないかなという部分も。あって、私はそう思ってますね。なんで、まあ、この辺、まあ、まず丸谷さんが辞めるっていうことと、水田の理事。理事長。 の選び方をちょっと考え直してみるっていうのもいいかもしれないんじゃないかなと私は個人的に思うところですで、水素枠連盟でどういう組織図かっていうと一般社団法人水素枠連盟っていうのがありますね、大きいのがありますで、その下に支部がありますこれは水素枠連盟の直轄の部隊です東関東西関東その他いろいろありますねまあ、私東関東出身だから関東しかあと東京っていうのは別にあるんですけどこの支部は 一般社団法人連連連盟のののの直接の支部ですですすすその下に県県いうのがあります各県連ですね神奈川県連とかあとまあ北海道はねいろんな場所に分かれてるんですが三重県連とか愛知県連とか大阪,県大阪府連か、まあ、そういう連連あの小さい県ごとにあるんですけどこれは別組織になってます。これ知らない人多いんですけれども県連と吹奏楽連盟っていうのは別組織なんですね。 ただ一応なんていうのかな窓口にはなってるわけで上下関係があるわけですね。で各県連でいろいろ決まり事も違うしさっき言った通り連会費も違いますなのでこの県連一つ一つも実際どうなってるのかっていうのは私には分かりません。であのや,りやろうと思えば事務局はいくらでも何でもできますまあ額は小さくなるでしょうけどね。でやっぱ県連ごとに 会費が違ううのもちょっっとおかしいなって思うわけですよ埼玉県連と、まあ、埼玉県連安いんですね結構ね見た感じで年会費がで山口の県連が高いんですよまあ見れたか中ではねでこの差って何なのって言うと正直言って分からないだから地方の方が安そうじゃない人件費も安いしその県連の事務所の事務所費も安いだろうしホールも安いと思うんですねまあ、ホールはあんま変わんないか各ホールを借りるお金ってのはそんなに 変わんないいと思いますけどあのホールを借りるのはそっか社団法人の水産学連盟だから、まあ、ホールを借りるお金もないのかでね県連からお金を吸い上げて連盟に行くわけですよそういう仕組みになってるわけですねまあまあざっくりと言うと本当は違うんですけどまあ、ややこしいことになっちゃうんで分かりやすく言うとねだからまあそうなってくるとね実際他の県連とか支部とかもどうなってんだって話ですし まあ、このぜんん、連盟自体も本当にこん。これが氷山の一角じゃないの？って疑われても仕方がないと思います。なので、やっぱり外の人間をたくさん入れるべきだと思うんですね。それを本当に音楽家の音楽の教員の人たち、皆さんがしっかりと考えて実行できるのかっていうところが、今自分の注目しているところです。1億5000万円のお金が不正に。 抜いててたってことは非常に大問題でだってこのお金ってどこが原資かっていうと元のお金かっていうと皆さんの部費ですからね部費とかまあ一般バンドだったら暖費で演奏会費とかそういうお金からの1億5,200万円不正に受け取ってるわけですから。で部費っていうのは部費っていうか吹奏楽部の部費っていうのは単純に生徒が払ってるお金だけじゃなくて学校からも予算出てますよ。 でで学校かからら出ててる予算っていうのは税金ですからねでそういうお金をかき集めて組織を運用してるんですから不正があっちゃいかんのですよこのような。多分これ氷山の一角だと思うんですね各県連は独立してますから各県連にもこういうことしてるやついると思うんですよ絶対に。これは一人や二人いますよ探せば。だって本部がやってんだもん。 なのでやっぱりそういうところをしっかりと監視できる体制を作っていかないとダメなんじゃないかなって私は思います。ね、特に歴史のある団体っていうのはねこういう不祥事起きやすいですからやっぱ水蓮の改革をねいち早くしていただきたいなって私は思うところでありますけれどもあのー、このお金の原資は皆さんの 部費断費から出てるわけです。そして一部は税金も入ってるわけですね。そういった中でね、こういう不正会見が起きてしまうと、やっぱり、うーん、その信頼できなくなってきます。で、お金だけじゃなくて、他の不祥事もあるはずです。これはね、あの、これだけ大きい組織で長い組織だと、うーんあります。で、それは私も噂レベルでしか聞いたことがないけれどもね。 だからそういったすべてに関してクリアで透明に見えるような組織作りをしていただきたいと思いますね。ホームページ一つも取ってみても何年更新してないんだって話ですよデザイン。でもう本当に2000年代初頭のデザインを踏襲していてまるでもう本当にすごいでかい団体とは思えないで予算がないはずないんですよ。もしは予算がないとしたらそれは使い方に問題があるわけですねこれだけのお金動いてて数億円ですよね。 で、各経費を除いたとしても給料とかね事務局員に払わなくちゃいけないとしてもやり方次第でどうにでも予算は作り出せるわけですよいろんなところに。でそれはやっぱりウェブサイト一つにとってみてもずっと放置しているっていう現状を見ているとねやっぱりどうなのかなって思うわけですよこれだけの大きい組織がね。やっっぱそういういとところ一つててみても、 何かを変えることができない組織になってしまっているので、ここは思い切っていろんなことを。こう改革していただきたいなって思いました。ということではい、長々とすいません。そして、あの喋りが適当になってしまって申し訳ないんですけれども。まあなんというか悲しい事件です。わなだし、うんふざけるなっていう怒りも込み上げてきます。うん、ばれないと思ってやったんでしょうけれども。 ままあこういうい不正会計は絶対バレますからね今もし仮にですよ仮にまあこの動画見てないかもしれませんが県連各県連ですねあと各支部の皆様でねこういうことをやってるんじゃないかとか疑問に思うことあったらどんどん会員の皆様は質問していただいた方がいいと思いますしもし立場がねしっかりある人だったらその 事務方にねききちんととと問いいいいたたただだすすっててことをしな思まあのー、政策連盟全体で変わらないと多分これ変われない話なのであのー、私外野からギャギャ言ってるだけですけれどもねあのー、各、まあ、立場のある人たちは一度自分の水連とか県連とかの、あのーまあ、支部ですね地区も含めて全ての会計見直していただきたいなって思いますお金に関しては。で 問題点があるんだったらしっかりと声を上げていただきたいと思いますね中の人からじゃないと帰れないと思いますのでぜひぜひ私はそれを期待してこの動画を終わりたいと思います今日は長々と最後まで見ていただきありがとうございました失礼いたしますありがとうございました